どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できるようになるよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日もモリモリ始めていきますよ。本日の課題曲はめっちゃファンキーグルーブノリノリのこちらの曲、ドン恵みの人ラッツ&スターでございます。この曲、2023年紅白歌合戦でももう大変な盛り上がりを見せたということで、このファンキーでもめっちゃかっこいいんですよね。もうなんていうのかな、もう腰に来るグルーヴ再現していきましょう。はい、もちろんこの有名曲ですから、ガズレレで過去に一回取り上げてます。2018年とか17年とかで、今からもう6年ぐらい前なんでね。今回2024年バージョンでめちゃかっこいい、かなりグレードアップした、かっこよくてさらにわかりやすくさらに簡単になった、2024年改訂版でやってみようと思います。本日はですね、はい、この G ラボウクレレのガズモデルと、こっちのシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますんで、ぜひちょっとね Amazon チェックしてみてください。はい、そして2月14日無料のガズレレイベント長野県松本市で開催です。これぜひ皆さん無料ですから、でも参加のね予約が必要ですんで、ちょっとこのイベント面白いことになってます。詳細概要欄に貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。まず最初のバージョンは、初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやります。これだったら皆さんできますからね、安心してください。後半はかっこいいバージョン、このかっこいいバージョンのねリズムです。今日はですね、もうこの腰にくるファンキーグループ、ディスコティックな、もうブラックミュージックルーツのあのやばいやつ再現してきますからね、もう覚悟しておいてください。2バージョン最後までご覧になってください。ひとまず皆さん最初に音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これから自分の手でどんどん音楽楽しく生み出せるようになりますからね、ぜひ始めてください。さあ、それではレッスン始めていきましょう。恵みの人、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみる。
のラッツ&スター恵みの人ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。これですね、めちゃくちゃいい曲ですよ。この4つ弾きでも体でね、こうテレテレステレテレってこう乗ってやってください。このノリですよ。このノリ上にこうクンクンくる、このグルーブ裏のビートを感じながらやってください。いやー、かなりこれはテンションが上がりますね。はい。そしてですね、今聞いていただいて分かったと思ったんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットオリジナルアレンジになっております。はい。どんな感じでやったかと、1番全部やって、その後ね、2番の B メロからラストまで、みたいな感じでやってるんですね。つまり2番の A メロをちょっとショートカットさせていただいてるってことなんですけれども、フルコーラスでやりたい方はですね、まずこのガズレレバージョンで練習してもらって、慣れてきたら、1番のコード進行を書いて2番の歌詞を書き加えるみたいな感じで、オリジナルの楽譜を作って、トライしてみていただければいいと思うんですけど、まずはガズレレバージョンで練習してください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレでねどんどん練習してもらって、1個目のゴール設定としては今やったシンプル簡単バージョンのガズの演奏に合わせてできるようになったら、もう1個目のゴール達成でいいと思います。このね気持ちがいいから、このノリノリ言うときも体絶対こう揺らしながらやってください。これはノリが大事ですからね。はい、できるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのってやっぱり大変ですから、最初は楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって、大空に向かって、夕日に向かって、なんかこのいなせな海に向かってとかね、こんなのいいと思うんですけど、とはいえ楽譜が ないといけないって言うけど、な楽譜ってどこにあるのということだと思いますけど、安心してください。今の演奏はガズさんのこの手書きのノートを見ながら今ガズも演奏していったんですね。こんな感じでですね書いてあります。はい、恵みの人ラッツアンドス。はい、これねもうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてやってみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、その前にめちゃくちゃいいサービスをシェアしたいと思います。これです、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた恵みの人を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な山のようなもう1000曲以上ありますからね、の中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。恵みの人ラッツ&スター2024年改訂版でございます。これかなりパワーアップしてますからね、ぜひ見てみてください。イントロなんですけど、これね印象的ですね。デレデデレデレデレデデレデレデデレデレ、このノリ最高で、ここ見てもらうとフレーズ1とかここなんかいっぱい書いてある。これかっこいいバージョンだ。ここねかっこよく弾いていきますから、これお楽しみにしててください。シンプル簡単バージョンは E7 でメロディーで表現していきましたと。でここからサビですけれども、はい、ここも同じ目ですけど、ワンブロックコード2個ですからね、繰り返しですけど結構ね急ぎ目でやってください。でここ止まるんですけど、ここかっこいいバージョンでは決めていきます。こんな感じで下になんかこう書いてあるのかっこいいバージョンだと覚えておくといいかもしれません。コードもここら辺はね下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンですからね、ということを最初にお伝えしておいて、こうやって写しておくので、一時停止して書き出してやってみてください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートをデジタルデータでお手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ今日も有効でございます。ガズのノートの解説をしますと、ここいいなせいだねって書いてあるけど、この言葉の上に点々が打ってあるじゃないですか、これでリズムがわかるんですよ。ちょっとやってみましょうか。せーの、いなせだね、夏の連れてきた人
なぎさまでこんな感じでリズムがわかる。まあ、この辺はみんなご存知でしょうけど、この辺とかね、うんうん、怪しい2拍休符が入るよとか、かなりわかりやすいことになってます。あと歌詞カードには載ってないこの伸ばすところですね。これがねめっちゃ参考になったりとかね、もうガズのノートめちゃくちゃヒントが盛りだくさんなの楽譜手書きノートになってるんで、ぜひガズクラブにご加入いただいてダウンロードしてご活用いただくのも、ご検討くださいということですが、お時間ある方この通りにね書いていくといいと思いますよ。一時停止でまず1の A まで、はい OK かな、一時停止ね、はい、ここタタタタタとかね、いろいろ書いたり決めがあります、かっこいいバージョン。じゃあここの B メロですね。で B メロからベビベビベーマが、これ B メロとしました。で男たちの心を C メロとしましたということなんですけど、はい、こんな感じで BC といきますね。ほんでここ C メロが終わった後、ここ見てくださいサビに行きます。はい、夏の爪は素敵すぎるでサビに行きますと、サビここですね。でここやったら、今度はねここに行きます、感想イントロと同じ感想です。デレデデレ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 をやって、じゃあここから2番の B に飛ぶんですね。ベビベビビーマイガール、抱きしめたいビーマイガールに飛んで、で、こっからこの C に行きます。また C は繰り返すわけですね。男たちの心。こんな風になって、またここでサビに戻って、ここサビやって終わったと。これがガズレレオリジナルショートカットアレンジになってます。結構でもそのボリュームありますよ。はい。ちょっと書いてみてやってみてくださいと。ここちょっと映しといた方がいいかな。2番の B。歌詞が違うだけですけどね。B メロとね。ここが結構歌詞がね、言うの早いですよね。ベビベビ、ベーマガール、ちょっと言いづらい。早口です。はい、出てくるコードをご紹介です。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまず隠しておきますが、言っていきましょう。C、Am、F、Dm、G7、E7。この D7 はね、簡単バージョン出てこないんだけど、かっこいいバージョン一瞬出てくるんで、一応もうここに書いちゃいました。今映ってるの、だからこれちょっと隠すけど、シンプル簡単バージョンはなんとコード6個だけだったんですね。でこれ、D7 もかっこいいバージョンでちょっとだけ出てくるんですけど、これも入門コードなんで今、ここで紹介しちゃいますけど、今映ってるだから、1、2、3、4、5、6、7個のコードは、これね、はい。これはですね、ガズレレではね、もう安心の入門コード、こちらになってます。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレ始めたばっかり初心者の方に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあるのと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど10個いっぺんにどんと覚えようとすると、何がなんだか分かんなくなっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、10個のガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前にですね、この曲はやっぱ何回も言いますけど、リズムとこのグルーブ、ノリがやっぱ大事なんですね。四つ弾きの時からもう体でですね裏を感じながら、この体で乗ってください。このね、ほんとこの感覚っていうか、このふんわりしたこうノリをですね出すのがキーポイントですね。あと歌のこのタイミングもね、怪しい sweet babyめぐみの人で、このソウルフルに歌う、このソウルフルなっつうのがもうかっちょいいんですよ。これはもうマーチンさんのこの歌のね、ニュアンスをこう、エキスを、それコピーするっていうんじゃないですよ。ニュアンスをこう、なんかこう、頂戴するみたいな感じだと思いますけど、歌、しっかり聴き込んでやっていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコードが2個追加です。C メジャーセブン。これ簡単。はい。はい、ここだけです。はい。1弦の2フレット。これがいいんですよ。これ感想と A メロ出てきます。あともう一個 F メジャー7、これもねよく出てくるんですけど、3弦と4弦の5フレットです。こうやって押さえるのがガズおすすめしています。いい響きなんだこれが。でもここ5フレットまでかなり距離がありますからね、この5フレットまでは。なんでこの指で押さえるのをおすすめしてるんですよ、中指薬指で。その後 C、 この曲のパターンだと F メジャー7のと C メジャー7行ったり来たりするんで、この距離が結構あるからね、人差し指がこっち先行できるんで、これがおすすめしてます。 F メジャー7と C メジャー7使ってかっこいいバージョンやっていきましょう。はい、そして今日出てくるリズムですね。はい、今日はもうね、もう分かっちゃえるけど16ビートバリバリのやつ、はい、こちらです。16ビートのチャットをカッティングでいきたいと思いますけど、今日のリズムはめちゃめちゃ深いですからね、しっかり解説していきますけど、ちょっとね、ひとまずはですね、はい、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、この16ビートのチャの勝手に基本的なね、基本基礎が分かる動画がアップロードされてますんで、まあちょっと見てもらいたいんですけど、今日はね、跳ねてるリズム、シャッフル、もうね、このね、ソウルフルなもうグルーブ、もうディスコっぽいっていうか、もう踊れるビートですからね。はい。これをちょっとまあマスターしてもらいたいということなんですけど、ちょっと Am で雰囲気をやってみましょうか。Am で弾いてみます。カッティングと16ビートのチャのファンキーグループ。1、2、3、4。かっこ
いでしょ、このガンさんのこの体の、ね、動きも注目。せーの、この裏に来る感じ、このノリが出せたら最高です。今みたいなリズムはこの動画がめちゃくちゃ今日はもう超やばいやつです。これ16ビートルちょっとファンキーなやつのもう特集で、チューブのシーズインザサンをちょっと課題にして解説してるんですけど、これまさにこのリズムが今日山盛りですからね。これ概要欄に貼ってきますからね。で、今日はね、サビのところで究極かっちょいリズムが出てくるんですよ。まぁ、ちょっと先にサビを解説しましょうか。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、いなせだね。今のめちゃかっこよくないですか。このリズムが、はい、今言ったこれの、この、解説動画の中のパターン2、二つ目のね、リズムなんですね。なんで、これ、今日はこの動画をですね、絶対見てください。概要欄に貼っておきますからね。これは、まぁ、ちょっとあえてこの動画ではちょっとさらっと解説しますけど、ちょっとゆっくりやると、つっちゃ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 つか、星が茶で丸が引くですね。はい、これのことめちゃくちゃこの今のこの動画で解説してますんで、このリズムぜひマスターしてください。これでできるようになるともうめちゃめちゃかっこいいですからね。はい、で他のところのちょっと解説をしていくと、今のね、なぎさんまで噂走る嫁のところはカッティングです。ここ、はい、これカッティングですね。まあ、そもそも さっきのリズムもつかつくのとこもこのカッティングやってるんですけど、今日はこのカッティングがもう悶絶レベルで出てくるんですよ。カッティングっていうの弦に触れて左手カチャカチャってやるんですけれども、はい、これが出てきます。で今みたいな決めは走るよ、今わかる、一回一回音を止まってるじゃないですか。これ止めなかったら走るよなんだけど、止めると走るよ、バシバシバシって切っていく、だからカッティングでございます。はい、サビではちょっとこんな感じですね。でちょっと順番逆になりますけど、イントロをちょっと解説しますけど、イントロですげえかっこいいフレーズが入るんでちょっとやってみましょう。テレテテレツテレテレテテテレテテレツテレテレテテレテレテテレツテレテレテテレ、この後です。ちょっとタブ譜を出します。このタブ譜読み方概要欄に貼っとくんですけど、今日このフレーズかっこいいですよ。まず全部の弦右手弾いていいです。で3弦の4フレットをずっと押さえたまんま OK ですか。3弦の4フレットをずっと押さえたまんま2弦の0123って上がってきます。かっこいいでしょ、わかる。3弦の4フレットを押さえたまんま00開放弦です。つまりこのまま全部弾くんですよ。00112233、はい、2弦の00112233、右手を全部弾いていいです。このフレーズ、これをちょっと入れていきます。それでその後E7D7CG7、 これはもう決めというかワンブロックコード4つで、ダンス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 、16ビートっぽくこんな風にチャーツクチャーツクってやるのがいいと思います。ちょっとイントロやってみましょう。せーの、テルテテルツテルテルテテルテルテテルツテルテルテテルテルテテルツテルテ、こここのリズムに入っていきます。ここもここまででもひっくり返るでしょ。やってください皆さん、パートごと分けて練習もこれしかないですからね、最初はね。はい、このサビのところのリズムがもう超たまらないんですけど、でこのサビが終わったら間奏から A メロに行くんですけど、C メジャー7から F メジャー7、これ繰り返しですね。はい、ここはですね、まあ、16ビートのファンキーグループなんですけど、これもこのさっきの動画の中、このね16ビートのファンキーなカッティング16ビートの中のパターン1のリズムなんでね、カッティングをしっかり入れていきましょう。はい、 A メロ怪しいスペベー、ちょっと F メジャー7、5フレットなんでね、結構距離があるからね、なるべく命中させたいんですけどね、慣れてくるとこれね、結構見なくても抑えられるようになります。見てて。怪しいスイーペペーね、すごいでしょ、めぐみの人だね、ほら、見てないでしょ、今。はい、慣れてくるとこの距離感つかめてきますから、ね、ちょっと今、ずれましたけどね。はい。で、その後、お前のニュースデーの後行きましょう。お前のニュースデー、またカッティング。さっきのこのワンブロック4つは決めで同じで F でタッタッタッと、これカッティングです。またビッチワトッツゼンバンビッキング、はい、でこの後はベンベンビッ
ーバーゲー、これもファンキーグループの16ビートちゃう、あのこの動画のパターン1のキレッキレの16ビートでございます。裏じゃないやつね。はい。で結局このリズムとしては同じ16ビートのチャなんですけど、パターン1っていうのはこういうことです。ダンダタカタタスタスタタカタカ。はい。パターン2っていうのはタッタッタンダタカタカタッタッタンダタカ。この使い分けです。この2つ今日悶絶です。何回も言うけど今日これ絶対見てくれないとこの曲弾けないですからね。この16ビートのレッスン動画ぜひ概要欄にあるやつを見てやってみてくださいと。そうですね。あとはですね、もう繰り返しなんですよ。なんでそういう意味でシンプルはシンプルなんですけど、こういう曲のかっこよさっていうのは同じコード進行をぐるぐる回る、なんかループのね、この循環コードの中でこのグルーブと言葉のリズムとビート感でこう高めていく。やっぱりね、このキープされるこのノリなんですよね。このガズさんの体を見てくれって言ったけど、ずっとこれがキープ、このノリがね、このファンキーダンサブルソウルフルなこれをキープさせるっていうのが一番のポイントになりますが、このしなやかな16ビートをずっとキープしているっていうのは難しいんですけど、楽しくなったらもうね、もう本当にね、やばいことになりますから、ぜひじっくり時間かけてものにしてください。とはいえガズレレで出てくるリズムの中でも最高峰のトップオブザトップに、まあ難しいというか、このノリはですね、すぐには出るものじゃないですよ。やっぱり育てて育てて、この柔らかいグルーブ、もちろん手首で弾いてください。肘で弾いてたら絶対無理ですからね。こうなりますかね。この感じをね、ぜひ皆さん手に取ってもらいたいなと思うんですけど、ニュアンス、ガズレレのデモ演奏ですね、その雰囲気というかニュアンスをぜひ、掴んでください。そして忘れちゃいけない、これ歌がかっこいいんだもん。これ歌のリズム、こっちのね、ファンキーグループと同じガチッと噛み合うように、すごいこう、リズムをね、こう、聞かせた歌と、あとは、A メロの、怪しい、スイートベイビー、このメロウなところ、このソウルフルに歌うと、この対比がですね、もうやばいことになってます。もう鈴木雅之さん、めちゃめちゃかっちょいいですか。はい、なりきって言ってきましょう。はい、いきますよ。ラッツ&スター恵みの人ガズレレかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。テレテレステレ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 ステレ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 ステレ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 
サンドスターめぐみの人カズレレ流かっこいいバージョンやってみた。めちゃくちゃいい。もうすげえ踊れる。もうテンション上がっちゃった。もうやっぱりこういうのもいいですね。ウクレレ一本でこのなんかグルービーな曲が再現できるなんてもうね、マジですごいですよ。ぜひ皆さんちょっと簡単じゃないですけどね、時間かけてじっくりトライしてみてください。あ、さあお知らせなんですけど、はい、こちらのイベントさっきも言ったけど松本でね2月17日ありますからね、このこと詳細概要欄にあって無料ですからね、お申し込み必要なんでぜひチェックしておいてください。そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こちら青い方はかつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これはね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていてください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。